当ててる。おお。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。皆さんヒーローってね、ご存知かと思います。ご存知じゃない？知らない？軽く説明すると、もう20年以上の歴史がある、アメリカでね主に人気な FPS タイトルになります。ついこの間もヘイローの世界大会があって、あのフェイズクランが優勝したかな。まあ同説も更新したりとか、アメリカだとかなり盛り上がりがまた復活しだしてるゲームなんですよね。で、基本的に4対4の少人数で、まあ、小さいマップで戦う FPS になるんですよ。で、競技シーンはパッドのみなんですよ。もう20年以上です。パッドオンリーです。まあもともと Xbox のゲームだったので、まあパッドオンリーなのは当たり前なんですが、この最新作のヘイローから、まあクロスプレイが展開されるようになって、で、あの PC のね、キーマウ勢も入ってくるようになったんですよ。そこで問題になってきたのが、まあ、このキーマウと、パッドのね、この性能差ですよね。やっぱりパッドはエイムアシストがこのゲームもあります。で、基本的に4対4で狭いマップだから近距離戦が多いです。で、結果的にやっぱパッドがすごく強いゲームになってます。体力も高くて、そのヘッドショット入れるのが前提のゲームなので、よりこうエイムアシストの強さっていうのがね出てるんですよね。まあ基本的にその競技シーンはさっきも言った通りパッドのみです。まあここ重要です。こんなこのゲーム、あのキーマウにね、あるアップデートしました。エイムアシストとまではいかないけど、まあ、アシストのようなものをキーマウになんと追加したんですよ。本当に若干ではあるんですけど、敵にエイムを合わせると、こんな感じで、本当に少しだけど、スローダウンが入るんですよね。これがね、結構、このヘッドショットをずっと当てるこのゲームにおいて、かなりね、キーマウをやりやすくなってます。まあ、エイムアシスト追加とまではいかないけどね。まあ、他のゲームだったら基本的にね、こういうキーマーになんかアシスト的なものを追加するっていうのはね、基本的に、まあ、考えられないですよね。まあ、これが実現できたのは、まあ、競技シーンがそもそもまずパッド前提っていうのと、まあ、このヘッドショットずっと当てないといけないっていう、ヘイローのこのゲーム性。まあ、それらが合わさって実現できた、追加要素だと思うんですけどね。まあ、競技シーンをやらないカジュアルモードとかランクモードを普段遊ぶ分に至ってはね、かなりやりやすいです、これ。で、今日、これからね、まあ、僕普段あの、パッドでゲームはプレイしてて、キーマウではほとんどプレイしてないんですけどね。ちょっと、ヘイローキーマウで試しにやってみたいと思います。アクティブカモ来てる。ほい。これはダブルキルいける。オーケー、いいね。9でシールド削れてる。押せ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 、うまい、よし、うまい。ワンチャンそこ来る。あー、うまいうまいうまい。待って、これ9出す。うまい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 。いけるね。ワンチャンこっち湧いてっかな。スナイパー、あー、味方に取られない、残念。いただきます。よし、うまい。いや、吸い付くね。マウスとは思えない。ちょうど目の前にある。おおおい、やばいやばいやばい。多分こっちこっち来るとしたらこれ、こう、え、やばいんだけど。あ、いや、まだこっち空いてる。落ち着け落ち着け落ち着け。あっ、あっ、おおおおおでも結局ね、ヘイローのスナイパーってね、右スティックとかマウスで当てないんですよね。基本的に横移動で当てるから、それができれば倒せるな、全然。これは倒せるな。オンチャンス。あー、惜しかったな。もう少しで食えそうだった。ナイス。ただ、アクティブかも。なんだこいつ。これは追いかけて倒すでしょ？ナイス。いいチーム賞だね。当たった。危ない。そいつ一発当ててるぞ。味方やれないか。スナイパーも取られちゃったね。
当ててる。おお、トリプルキル。あ、なんか取られてます。下にいる。思ったより高いジャンプ。グレはない。ここハンドガンかなんかだな。で、C 裏いるでしょそれ。いや、真下来た。OK、 スケア出る。うわ、やれるな。あー、外した、思いっきり。若干予測し打ちしたつもりが。おお、マジで BR めっちゃ当たる。コントローじゃん、パッマウスとは思えない、この張り付き。どうですか、これはほぼ勝ち確か。ナイス。慣れてきたよ。ナイパーもらうよ。ナイス。削れてんの知ってる。あった、これ入ったんじゃないこれ。オッケー。あとセンター、どうやれる。ラストはここ出てくるか。あ、外した。遅い、来るのが。前倒しちゃいたいな。敵さん、そんなスナイパー撃たないで。もったいない、もったいない。真下？あー、オーバーキルじゃないな、これ。なあー、またかー。DMR 拾ってないの？あー、エイマーシスト最強。